はい、本日はですね、こちらのアークテリクスのマンティス26を紹介していきたいなというふうに思います。でですね、カバンって僕今年結構いろいろ買ってたりするんですけど、多分皆さんリュック持ってたりとか、手持ちのカバン持ってたりすると思うんですけど、なかなかめちゃくちゃ満足してて、もうこれ以上のもんないでっていうカバンに出会うことってないじゃないですか。で、それこそ僕も気に入ってるカバンとかはあるんですけど、ここもうちょっとこれやったらもっといいのにな、みたいなのがあったりとかしてて、例えば小分け、もうちょっと小分け多かったらもっといいのになとかって思ったり、あと見た目がもうちょっとスタイリッシュな見た目してくれとったら綺麗めでも合わせれるし、カジュアルでも合わせれんのになって思ったりもしたりするし、あとそれ以外にやったら背負い心地ですよね。パッてその背負ってる自分がなんかちょっと安っぽいなとか、ちゃんと守られてる感あるなとかってあると思うんですけど、それが全てこう満たされていく最高のカバンってなかなかないじゃないですか。で、僕もそれこそ気に入ってるカバンっていうか、今メインで使ってるのがこのアロー22っていうカバンを結構メインで使ってたりはするんですけど、全然使い勝手とかは良かったりしますし、あとそれ以外にあったグレゴリーのデイパックとか、あとノースウェイスの、ホットショットとかも使ってたりはするんですけど、全部何かしらの不満点があるんですよね。背負い心地がいまいちやったなとか、小分けがないなとか、あと見た目がもうカジュアルしかこれ絶対合わされへんなとかってなったりすると思うんですけど、それこそこれとかやったら見た目に関しては全然いいんですけど、小分けがもうちょっとあった方が嬉しいかなと思うし、それこそ以前紹介したデイパックを、グレゴリーのデイパックなんかやったら、ちょっともうカジュアルに寄りすぎちゃってるので、スーツとかその綺麗めではちょっと合わせにくいってなったり、あとホットショットとかも持ってるんですけど、あれはもう柄からしてちょっと合わせづらいじゃないですか、スーツとかは。で、それ以外にも、もうちょっと背負い心地よかったらさらにいいのになって思ったりしてたんですけど、そういう風に思ってる方やったら、このマンティス26、オマンティス26がもういいっていう感じになってて、僕別にこれ気に入って特に買ったわけじゃないんですけど、マンティス26っていうのが結構人気っていうのは聞いてて、それでじゃあどんなんか見てみようと思ったんですけど、届いて開けるなり、それさすがにええなと思って、今言ったような、見た目であったり小分けであったり、あと背負い心地であったり、もうその辺がもう全てこうコンプリートされてるようなカバンになってるので、これはええやろうなと思ったんで、その辺のお話をしていきたいなと思います。で、特徴としてはですね、まずその前に名前がマンティスということになってまして、マンティスといえば以前紹介した時に、マンティス2というカバンをこちら紹介したんですけども、その際にちょっと名前が非売かもしれませんという下品なお話をさせてもらったんですが、普段はあんまり下品な話はしないんですけども、たまには下品なお話もさせていただきたいなというふうに思いますので、今回はこの非売なバッグを紹介していきたいなというふうに思います。で、今回の流れとしてはですね、まず容量どれぐらい入るんか、オマンティス26っていうぐらいから、まず26リットルであるっていうのは分かると思うんですけど、26リットルがどれぐらい入って、さらにジップとかがどこにあるんかっていうところを見てもらって、で、次に特徴ですね、これのカバンのどういったところが特徴あるんかっていうところ で、その次にデメリット、ただそうは言いつつここちょっと微妙ですわみたいなところもあったりしますし、そんなところをぼちぼち喋ってって、で、その次におすすめの人、これはおすすめの人はこういう人ですよっていうところを言っていきたいんですけども、まず一番最初、容量からいきたいなと思います。で、容量がですね、その最終点みたいに26リットルあるんですけど、その前にまずジップがどこにあるんかっていうところで、これ結構小分けスペース多いんですよね。で、何が多いかっていうと、まず一つがこの一番手前にあるところになってて、これは中にこういった例えば薄いやつ、メモ帳とかを入れたりとかできるんですけど、こんなんが入ってたりだとか、で、次の2箇所目が次こっちになるんですけど、こっちになって、こっち側は次タオルとかが入ってたりするんですよね。これ別にタオルじゃなくてもいいんですけど、タオルとか入ってて、で、これは面白いのが、実はこっちから入るジップの穴とこっちから入るジップの穴って貫通してないんですよ。だからこうやって見てもらったら分かるんですけど、これ見えてるんかな、また拡大の写真かなんか映像があるでしょ。こっち側からではここ一回終わるんですよね。で、次こっち側からで見るときもこっちも一回ここで終わってるんで、全然手が貫通しないので別の入れ方ができるっていうことになってて、で、さらにそれ以外にはこれ結構ありがたいかなと思うんですけど、ここのメインの手前にあるところで、これがちょうどいい浅さなんですよね。これぐらいまでの浅さのポケットがついてるので、こうパッてやったらもうこの財布とかがもう常に上にある状態というか、もうこれが底なんですよ。ここは一番底になってるので、もうここに財布とかが出てきたりとか、あとカードケースポンって入れたりとか、それ以外にやったら、ここにボールペンとかも入れれるし、ここにキークリップがあるので、基本的に鍵とかはここに入れてみたりとか、つけたりもできるんですけど、ここにビュンって入れたりもできるっていうような仕様になってます。なのでこの時点で結構小分けができるというか、ちょっとした書類とかは
は前に入れたりとかするけど、まあ、財布とか小物系はこの辺に入れたりとかしますし、あとまあこういうところには、まあ、さらにもっと細かいもの、例えばあのリップとかを入れたりとかもできますし、あとまあモテ用の必需品といえば大体こういうアロマを持ってますよね。でアロマがあるっていうことは大体モテると思うんですけど、まあ、このアロマを香らせながらちょっとデートでも楽しむっていうような仕様ができるというようなカバンになってます。で次がメインの収納部分になるんですけど、このメインの収納部分に何がじゃあ入るんかっていうと、このメインの収納部分も結構開くんですよね。ここまで開いちゃうんですよね。だから結構下まで開いて、もちろんこっちがもう一番下まで開くんですけど、そんなことしたら全部出てくるのでちょっと胃が開けますね。まあまず例えばこういったなんかちょっとした着替えとか、まあなんかこうなんやろうな、まあ着替えですよね、着替えとか入れてみたりだとか、あとまあちょっとした書類、バインダーに挟んで書類とか入れてみたりもできるし、それ以外にやったら、まあ、こういった小物ケースとかもなんかも入れたりもできるし、でここにはあの PC スリーブがあるのでパソコンとか入れれたりできるような仕様になってて、ここが一応13インチになってるんで、あの13インチのパソコンであれば入るんですけど、僕のパソコン16なんでここには入らないので、ここにもう入れちゃうっていうような感じになってて、ちゃんと背面にも板というかこれ硬いあのなんかが入ってるので、パソコンもしっかり外側から守られているという感じになってるのが、だいたい容量としては26リットルという容量になってますね。でそれ以外にやったら水筒も入ってるのか、水筒も入ってるというような感じになってるので、まあ、通勤としても使えるし、通学バッグとしても使えるし、私服の感じでもそのデート用としても使えるしというような感じで、あと忘れてました、横にもありましたね、こういった横のところのポケットに例えばペットボトルのジュースとかも入れるし、こういった水筒とかも入れれるしっていうような感じになってましたね。こんな感じで入れれたりもできるということになってます。だから AirPods とか僕よくこういうところに入れたりするんですけど、まあ、こんなのさって入れたりとかできて、ここからピュッて取れたりできて AirPods を入れるみたいな、それが両方につけられているという感じにはなっているっていうのが、だいたい26リットルの容量ということになっております。だから結構このメインのところが開くんですよね。ここまで開いちゃって、さらにここもここまで開くので、ガバーってこう開くっていう、こうガッバーナ的な感じで開いてくるので、これは取り出しやすいんちゃうかなというふうには思います。で特徴を見ていきたいなと思うんですけど、まず特徴がですね、さっき見てもらったように分かると思うんですけど、その秘密基地かのごとくこういろいろポケットがあるじゃないですか。だからちょっとこれはこっちに収納するけど、これはこっちに収納しておいて、さらにここには隠しポケットがあってみたいな感じで、でペットボトルはここに入れますよみたいな感じの小分けがめちゃくちゃ多いっていうのが結構嬉しいというか、まあ、それこそ通勤されてる方とかで定期ここに入れるとか、あとまあ仕事で使う USB ここに入れるとかっていうのがいろいろあると思うんですけど、その小分けがないともう一直端にごちゃんって入れちゃうので、まあ、それで結構使いにくいかなと思うので、僕は結構こういう小分けがあるっていうのは助かるんちゃうかなというふうに思うので、まず一つ目が小分けがあるということになってて、二つ目がですね、これ背負い心地がいいということで、アークテリクスのカバンって全部そうなんですけど、このアロー22もそうで、このショルダーストラップの部分だから要はこの肩の紐の部分あるじゃないですか、これがめちゃくちゃ柔らかいし、ちゃんとクッション入ってるんですよね。なのでこうパッて背負った時とかにこう安っぽさがないというか、もうしっかり体に吸い付いてくれてるような感じになってるので、これ背負い心地がめちゃくちゃいいんで、そのカバンの収納の小分けっていう部分もそうなんですけど、それ以外にもこう背負ってての背負い心地っていうのもめちゃくちゃいいという感じになってます。まあこれは別にマンティスやからっていうことじゃなくて、アークテリクスのリュックって多分ほとんどそうやと思うんですけど、まあ、この辺もあの特徴かなというふうに思います。で次の特徴というのはですね、ちょっと一回戻しますね。これ地味に嬉しいかなと思うんですけど、この中の部分がめっちゃ見えやすいんですよ。でそれまあこれ見てもらったら分かると思うんですけど、まずアロー22個パッて見てもらったら、多分あのブラックホールかのごとく真っ黒になってると思うんですよね。だから全く中身見えへんと思うので、例えばここに黒のリップ入れたりしたらもう終わりやと思うんですよ。で出てくるのは次に3ヶ月後ぐらいになんかホコリに絡まった状態で出てくるみたいなことがありえると思うんですけど、このマンティス26の方は中がこうグレーなんですよね。だからこうパッてカバン開けて中見た時にめちゃくちゃ見えやすいんですよ。だからこれやったらよく小学校の時とかに中にパン掘り込んでカビ生えてる男の子とかがおると思うんですけど、こうちゃんと中がグレーやったりしたら何が入ってるか分かると思うので、この辺なんかは結構地味にありがたいというか、中がグレーって別にほーんと思うと思うんですけど、使ってみたらあ見えやすいなみたいな感じで多分思い張る方多いんちゃうかなと個人的には思います。まあ、なので僕結構本物はあんまり黒のものを買わないというか、その機材関係のケースとかも白とかに極力してて、やっぱこういう中が黒のやつって多いじゃないですか。だから白入れとったら目立つと思ってやってたんですけど、まあ、こういうグレーとかを最初からやってくれれば、あの色気にせんと何でも買えるから、まあ、この辺もいいかなというふうには思います。で次がですね、これパッてインスタで調べてもらったら分かるんですけど、めちゃくちゃ女子も思ってるんですよね。だから男子でも女子でも全然持てるし、普通26リットルって言ったら結構大きいんですよ。でこのアロー22ってこれ22リットルしか
かないのに、こうやって横に並べてみたら、なんでか知らんけどアロー22の方が大きいというと、オマンティスの方が小さいっていう感じになってるので、まあ多分どう見ても背負い心地というか背負ってる感じもやっぱり女子やったら大きいのよりはちょっとちっちゃい方がいいかなと思うので、このカバンは女子でも合わせれるし、まあ男子でも持ちやすいようなカバンになってるんで、まあそこはいいんかなと思うんですが、ただこれ注意点があって、あのインスタとかでたまに出てくるのが、こういうリュックを単体で置いてて、であの写真撮ってるやつがあるんですけど、あれは騙されないように気してほしいなと思うのが、これこの後デメリットでも言うんですけど、これ自立しないんで、全然それはあの嘘というか、あの多分一瞬だけ立たせてその間にパシャって撮ってるだけやと思うので、まあそれは次にも言うんですけど、まあその辺は注意かなというふうには思いますので、何の話だかな、そうそう、誰でも合うっていうことで、まあ男子女子も合うし、さらに言ったら服も関係ないんですよね。だからこうパッて見てもらったら、まあそれはこのんだけブラックで綺麗めに寄ってることもないし、カジュアルに寄ってることもないから、まあどっちでも合わせれるっちゃ合わせる、私服でも別に合わそうと思って合わせるし、まあ、スーツでも合わせようと思って合わせれるようなカバンになってるという感じですかね。はい、というのがまあ特徴になってて、次デメリットっていうのが、まあ、さっき言ったみたいにこれ自立しないんですよね。だからこうパッてあの机とかに置くじゃないですか、ほんならピヨーンって倒れていくんですよ。で一応そこの部分にはなんか滑り止め的な感じのところの生地は採用されてるんですけど、まあほぼほぼ立たないと思ってもらって大丈夫かなと思います。でまあこれは結構ほとんどのカバンが多くて、立つカバンって結構少ないと思うんですよね。だからまあ立たへん時は僕はどうするかっていうと、こういうクリップを用意してですね、こういうのを引っ掛けてあげることによって、もう立たへんくてもなんとかするということになってて、例えばそれ以外にやったら、まあ、こういう机があるじゃないですか。カフェとか行ったら机あると思うんですよ、木の。ほんならこの木の机のところにカチンってかけてあげるだけでも、リュックを地面につけないで済むので、これクリッパの紹介になってるんですけども、クリッパめちゃくちゃいいので、自立せえへんくて今のカバンで困ってはる方いらっしゃったら、このクリッパ使うことでカバンも汚れへんし、どこでも引っ掛けれるという万能クリッパ、これ確か2000円ぐらいで買えると思うので、はい、まあ関係はないですが、このクリッパはおすすめです。ちなみにこの使ったバインダーはダイソーです。はい、ということになってるので、まあデメリット1つ目が自立しない、だから普通に立たないということになってるので、インスタで立ってる写真を見ても騙されないようにしてほしいなということと、次2つ目っていうのが、ここの持ち手があると思うんですよ。今引っ掛けてるここの持ち手だから、こうやって例えばリュックって背負うだけじゃなくて、こういう風に持てると思うんですけど、こう持った時のここの持ち手がめちゃくちゃ細いんですよね。で別にお前そんなもん別に気にせえへんやろいう感じだと思うんですけど、アークテリクスの他のこのアロー22とかは結構しっかりめな持ってというか取っ手になってるんですよ。だけどこっちの方に関してはなんかナイロンの生地ピュンって貼っただけみたいな感じで、結構なんか安っぽいなっていう感じはあるので、まあ、値段がアローより1万円ぐらい安いんで仕方ないかなとは思うんですけども、まあ、この辺はちょっと気になるかなというふうには思います。で最後にですね、おすすめの人がどんな人なんかというところになるんかなと思うんですけど、おすすめの人はですね、まあ、今持って貼るカバンとかに特別こう不満点はないけども、かといって満足もしないみたいな人とかは、こういうの持っておけば背負い心地もいいし、ビジネスでも使えるし、カジュアルでも使えるしみたいな感じになるかなとは思うんで、まあ、あんまりカッチリしやなあかんとこやったら無理やと思うんですけど、普通にジャケパンぐらいだと全然背負えると思うので、まあ、そういった方なんかにはおすすめかなというふうに思いますし、まあ、次にはコーデで迷いたくない方、例えばコーディネート、例えば秋とか冬とかしていくときに、こうなんかいちいちジャケットの色があるから、こうカバンの色をなんかにして、こうカバンがちょっと柄がうるさいからこれはやめてとかっていうのを迷いたくない人っていうのは、まあ、これ持っておくことで、別にこういった T シャツでも着れるし、まあ、こういうマウンテンパーカーみたいな着た時とかでももちろん背負えるし、あとジャケットの時でも着れるという感じになっているので、まあ、そういったこれ1個持っておくことで、まあ、どんな服にでも合うという感じにはなってるのかなと思います。はい、まあ、以上が特徴かなと思うんですけど、まあ、他にもブレードっていうカバンが結構人気あったりするらしいんですけど、そのブレードってやつはちょっともうちょっとスーツに寄りすぎてるというか、ここカジュアルではちょっと厳しい、まあ、厳しくないと思うんですけど、ちょっとスーツに寄りすぎてるので、まあ、これが一番真ん中ら辺にあるというか、スーツとカジュアルのちょうど間ぐらいにあるのがこのマンティス26で、もうちょっとカジュアルに寄っていくとこういったアローとかになるし、逆にスーツに寄っていくとブレードっていうカバンになっていくんちゃうかなと、まあ個人的には思ってるので、まあその辺は個人の趣味があると思いますが、まあそんな感じですね。実際背負ってみた感じは、これ黒の T シャツだから分かるかな、まあ分からなくてもええか、大体こんなインスタとかで載ってるから大体イメージはつくでしょう。まあ、こんな感じになってて、こういった感じですね。まあ、黒やからほぼ見えてないという残念な結果になりましたが、まあ、気になる方はなんかインスタかなんかで調べてもらったら出てくるとは思います。まあ、おそらく僕はですね、このカバンをメインのカバンにしようかなと思ってるぐらい、結構僕の中ではヒットしてるというか、いい感じなんですよね。まあ、もし使わなくても、ほんま嫁とかにもこれ使わせれるんで、
まあ、夫婦で使う方とかカップルで使う方とかもいけると思うので、まあ、一応僕が購入した店は動画説明欄に貼っとくんですけど、まあ、僕もそうなんですけど、まあ、服を考えた時にカバン考えるのめんどくさいんで、まあ、そういう方なんかにはほんまにジャストかなという感じで思います。はい、ということになってますので、本日はですねアークテリクスのマンティス26を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。